ちょっと待って、やばいやばい。It's a Sony. It's a Sony. はい、本日はこちらソニーの CDP203 ということで、こちらですねお送りしていきたいなと思います。CD プレイヤーということでこちらですね、まあ久々に CD プレイヤーを買うんですけど、It's a Sony なんですよ、ね。これ皆さん大好き、It's a Sony。まあそういうことでこちらですねハードオフで、購入した。今回良さげなデッキということでお送りしていきたいなと思います。ちょっとですね詳細みんな大好きあの時の、ソニーの製品と、陳列棚の中ではかなりきらびやかに見えたデッキになります。ハードオフで迷わず走って購入ということでですね、こちら買ってすぐの撮影になります。古いがそこそこ状態が良くクリーニングでかなり良い感じになるのではということで、ちょっと汚れもあるんですけど期待しているデッキになります。で、治ればかなりお得な、デッキなので今から嬉しいということですね。はい、嬉しいですね。くぅで、治るのか、治らないのかはさっぱり不明ということで、こちらですねそんな動画の、チェック修理をしていきたいと思います。はい。まあ、そんな感じでですね、もう早速やっていきたいと思います。それでは、レッツゴー！レッツゴー！くぅ、くぅ、息が、くぅ、息が荒れる。これなんですよね、今回。こちらの方がですね、こんな感じでですね、かなり、ツルツルで、ピカピカなんですよ。うん、だからそんなにね状態悪くなさそうじゃないですかこれ、うん、ただちょっとこの辺ね、うん、傷とかはやっぱあるんですよね。まあとはいええっとですねこちら本当に、うん、全体的に綺麗ですよね。ね、うん、この横の、陳列棚にこう置かれる時のこの擦り傷とか、まあ、その辺もですねあまりないし、本当にねいい感じですねこれ、うん、バリバリソニーの良かった時代のデザインのデッキだなっていう感じがします。こういうところにねこういうなんかこう汚れあるじゃないですか、おそらく拭けば綺麗になると思うんですよこれ、うん、だからある程度汚れが目立つもしくは傷に見えるところは、クリーニングでかなり綺麗になるんじゃないかなと思います。ただですね、ここ。これ、こんな傷ありましたね。これは多分治らへん。多分無理やな。値札の方がこんな感じになりますね。ジャンク品。ということですね。CD プレイヤーの2023年の6月28日ということで、最近、入荷したデッキになります。なので、私が手に取らなくても、まあ他の方が、すぐ手に取ってですね走って帰られると思うんですよ、うん、だから良いタイミングで買えたんじゃないかなと思います。でこちらの方はですねチェック時、通電しました、ちっちゃな字でですねトレー開きませんということで他詳細未チェックですということでトレーが開かないためにこちらの方ですね、他未チェックになっているってことなんですよね。ということは、かなり美味しい CD プレイヤーじゃないかなと思っていて、本体のみということで、こちらの方が1650円になります。まあこれが本当だとすると、まあ CD プレイヤーの、開きませんっていうのを直せば、こちらの方ですね、ちゃんと動くんじゃないかなと思っていて、うん、それであってほしいなっていうところなんですよね。タミチェックっていうのを信じたいですね、今回はね。はい、それではそんな感じでやっていきたいと思います。で、こちらの方ですね後ろどんな感じになってるか、よいしょ、こんな感じなんですよね。でこんな感じなんですよね。ライン出力と、左右ということで、であとシンクロっていうコネクタがありますね。アンプとつないでなんかするんですかねこれね。うん、で、サブコード出力。これ何やん？サブコードアウト。
なんでしょうね、これね。これもなんかあれかな、制御できるんかな。で、電源コンセントになります。で、ちょっとこんな感じで、メイドインジャパンでしょう。あ、やっぱりメイドインジャパンですね、これ。まずですね、ちょっと開けていきますね。取っていくか、これひんむいていくだけなんですけど。で、ひんむいて、まずはクリーニングしてみましょうか。イッツアソニーのロゴ、これは大事ですよね。当時物のシールですよ、これ。完全に綺麗にすることを目指さず、ある程度ですね、綺麗になるのでいいかなと。第2段階はもうちょっとですね、綺麗にするんですけど。ピッカピッカの1年生ですよね。かなり綺麗、こんな感じで綺麗になりました。じゃあ運命の電源、どんな感じできらびやかに光るのか。おっ、おっ、この辺光ったりせんへん。おお、でもディスプレイめちゃめちゃ、劣化が全然ないですね。埃がトレイが開かないってことだ。あ、ほんで再生、あれあれ、なんか再生されましたね。再生されたけど、なんかおかしいな。こんな感じで、なんか、え、ディスク入ってるってことか。ちょっと待って、オープン。あー、確かにちょっとね、おかしいんですよね。でも再生は一応されるから、比較的あのマシな状況ですね。ちょっとどんな感じで音が鳴ってるのか、音出していきましょうか。あれ、レコードみたいな感じになってますね。もうなんか顔が揺れますね、これ。え？どういうこと？ちょっと直せるかは微妙なんですけど、まず一旦開けて清掃していきましょうか。両サイド2箇所ですね。ネジはないですね。後ろはネジなし。はい、それでは開けていきたいと思います。カラダフルマガルジャー、カラダフルマガルジャー。はい、開けます。 あれ、硬いわ。あ、開いた。お、あ、開いた、開いてた。なんか重たいゴム製のね、シールドみたいなのが貼ってあるんですよ。これはなんか結構音へのこだわりを感じますね。こうなってたんかな。だから基板のところ、基板のところをこういうシールドでなんか守ってますね。はい、こんな感じでですね、これどっかで見たことあるような、パナソニックでもこんな CD デッキで見たことありますね。で、こんな感じで基板が、で、ここに、ユニットがあると。で、ここに、トランスとか電源ですね、があります。至ってね、シンプルな感じで、このもう1枚だけですよね。これマザーボードみたいな感じになっていて、1枚だけあって、で、こういう電源がですね、こんな感じで、懐かしいな、こういうタイプね。離れたところにあるところを押すと。これがね、やっぱり今のコンポにない、こうがっしり CD を掴んで振動をなくすような対策がされた機構になってますね。で、これがね、ジャズなんですよね。クールジャズって書いてます。まず電源を入れて、この CD がどんな感じで動いてるか
ていうのをちょっと見ていこうかなと思います。で電源入れるとこういう感じで、あ、トックがもうすぐ、トックすぐ読んでますね。なんか非常に調子は良さそうなんですけど、で再生していきますね。で再生すると、うん、音はめちゃめちゃいい。まあこんな感じでですね、なんかさっきよりちょっとマシになったような気がするな。選曲こちらですね、たまにですね、音飛びがするっていうような状態ですね。最初すごい音飛びしたんですけど、今はちょっとマシになってきた感じなんですけど、まあ、この辺ですね、メカ、CD メカのところも汚れもありますし、一旦ですね、これを外して、どんな感じかっていうのを見ていこうかなと思います。で、こちらですね、メカを外そうと思うと、まずこの辺のネジ、一箇所、こちらにもありますね。で、ここにはなくて、ここなんですよね。3点止めになってるんじゃないかなと思いますので、今から外していきたいと思います。お、長い、こういう特殊ネジですね。でもこれで取れそうな感じがしますね。あ、なんか落ちた。はいはいはい。ネジを外すと、お、取れました。で、あと、この、コネクタ類があって、ちょっと一旦外していきましょうか。どっちから外すの。白はこんなこういう感じになってます。なのでこれはこっち側にコネクタが、なんかベタベタやある感じか。トレイの多分モーターっていうのがおそらくこれになるのかな。うん。で、それがですね、こっから全然わからない。手動で動かせたらいいんですけど、これ取れんのかな、ベゼル。取れました。あ、ここになんか穴があるな。こっからなんか見えんのかな。爪でね、引っかかってるんですよね、この。だからこの土台からですね、この爪で引っかかってるところをですね、多分外せんのちゃうかなと。あ、お、なんかここギアありますね。これね、このギアを回すと、ちょっと待って、やばい、なんや、ちょっとえらいこと、あー、ずれてる、ちょっと待って、あー、やばい、こいつがトレーで、はい、こんな感じの、これ自体がトレーですよね、これね、トレーなってるけど、こんな感じでね、まださらに、こういう感じ、スライドがあるんですよね。こんな感じで。すごい。これね、CD 置くじゃないですか。で、トレイが閉まったらこうやって多分上がるんですよね。もしくはトレイが出てきたら上に上がる。で、トレイが閉まると下に沈む。どっちやろな。うん、こちら。ちょっと一回も、やっぱりこれ外していきます。ちょっとね、横着するとなんか痛い目合いそうなんで、ちょっと外していきます。ちょっと覚えとかなあかんねんな、これ外れるみたいですね。こっち外れるんならもう100人力や、これいい感じですね。いやー、これあー、よかった。こういうことかどうしようかなと思いましたね、一瞬。この
バネがですね、なんか飛びそうになったと。で、これがゴンベルトだと。で、ゴンベルトが、やっぱちょっとね、たわんでる感じですよね。これ。ね、なんかたわんでますよね。だからちょっとこの辺の清掃をやっていく、エタノールで清掃します。メンテナンス感がいいですね。すごいメンテナンスしやすい。精製水。精水を使いまして、こちらですね。ちょっとね、やっぱり汚れがあるんですよね。うん。こちらの。グリスアップを若干しておきましょうか。ゴムですよね。この、これこんな感じで卵型になってますね。これをちょっと変えていきます。替えのゴムベルトがですね、なさそうなんで、一気に溶か、この切断面を溶かしてガチッと、くっ、置いときます。20分ぐらいが経ちまして、こんな感じで固まりました。で、この UV レジンのこのゴミカスみたいなやつはちょっと取っときます。つけていきたいと思います。こんな感じではまりました。組み合わせ、これが先に、これ先かな、多分この爪のところにつける必要があるんですけど、ここにはまるんですね。あ、はまった。はい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 。で、こういう感じで開くと。うん。で、開くけど、これがですね、下がらない。それはどこでどうなる仕組みや？これがなんか引っかからなあかんのかな？これが、ここなんですよね。こういう感じで、ここに入ると。ただ、ここのバネ。これがですね、ここに引っ掛ける必要があるんですよね。うん、ちょっとこれをさっき、はい、引っかかりましたね。引っかかりました。これ意外と楽に引っかかりました。で、あとは、こういう感じで、爪か。これでいいのかな。俺、動かへん。何もついてこない。原理が分かりました。あと内側のこの、先ほど裏見せた時のスライドの部分がこうやって動くんですよ。その動くと同時にこれが閉まるようになってるんですよね。だから見て、多分これでね、問題ないと思いますね。うん。トレイもちゃんと開きましたしね。で、一旦これで取り付けて、ちょっと見ていきましょうか。これが、覚えとかなあかんな、これ。よいしょ。これが、あれ？これここか？なぜか、ここだけ、コネクタは白なんですけど、メスの方が黒になってて、ちょっと色がですね、うまく合わなかったですね。まあ、一旦これで、ちょっと取り付けていこうか。
これがね、ここなんかちょっと汚いんですよね。これをですね、なんとか綺麗にしていきたい。カスカスのカスがねついてるんですよね。ここ爪でやるとよく取れるんですけど、なんかカスカスなんですよね。ちょっとピカールちょっと使おうかな。金属磨きって書いてあるしな。こんな感じでだいぶね汚れは落ちたんですけど、一旦これで取り付けていきたいと思います。これをこうか。パチってはまらないけど、一旦これで取り付けしていきます。電源入れていきます。あら、あかん。ちょっと待って、なんで、ちょっともう一回外していきます。はまらへんで、よいしょ。でトレイが出た状態であれば比較的いい感じになるのちゃうかな。これでいきます。電源オン。あれ下がらへん。トレイの開け閉めはできるけど、ん、はい、おそらくですね、このトレイがこう収まったと同時にギアで動いていって、トレイが収まって最後 この巻き取りまでやるんですよ。でこの巻き取りがなかなか動かない。だからちょっとねグリスアップちょっとしとこうかなと思います。それでどうかな、グリスアップの方ちょっとしとこうかなと思います。でこの辺ですよね、これを内側に押さえ、この力がですね結構パワーいるんですよね。だからここかグリス塗らなあかんの。ここはちょっとグリスが必要ですね。これでいいかな。よし。で、ちょっと今分かったことがあって、こちらのレバーがあるんですけど、これをですね、今オープンにしてます。これ、空回りしてるんですけど、これがですね、飛び出すようになっていて、こんな感じで調整してやると、一応開け閉めはできる。もうちょっとあれか、パワーが足りひんやな。で、トックは読む。で、再生。読む。だからあれか、 CD かな、調子悪いのは。こんな感じで汚れているんですよね、外側とか。だから飛んでるんだと思うんですよね。ちょっとですね、ゴムベルトを変えていきたいと思います。これでどうなるやろうな。いけないかな。はい、
それではどうか見ていきます。オープン。開からない。重たいな、やっぱり。こうやって失敗するんですけど、ここをねちょっとこう上に上げてやると失敗しないんですよ。このやっぱりレールのどこかでやっぱりね負荷がかかってるんだと思うんで、ちょっとこのレールのところなんかね、ここでカチャッとあった止まるんですよ、一瞬。レールのこう、なんか微妙な動き、勢いが止まってしまうがために、最後の振り絞る力が出ない。かましたろうかな、これ。消しゴムみたいなやつね。もう一個分かったのは、こちらですね。このマグネットが強いせいで、これ、取れないんですよ。で、これがバチッて取れると動くんですけど、このマグネットがですね、非常にほら強いから上に行かないんですよね。これね、はい、ですね、ちょっとこちらにボンディックのこれ UV をちょっとこの隙間に入れて、パチッとこの密接度を下げることで、磁石とのそのつながりをちょっと弱めるということができるかなと思って、ちょっとこのボンディックで固めていきたいと思います。こんな感じで UV で、CD が再生するか。あんまり変わらへんか。一応再生は問題ない。はい、まあということでですね、こちら無事に動きましたので、まあこれで最終、閉じて終わりにしたいなと思います。まあこちらですね、なんとか出るんですけど、たまに失敗する時があるというような感じになってますので、まあ完全に治ったわけじゃないですけど、ちょっとこれでですね使っていきたいなと思います。まあトレイが開かない時はどうしようかな。また開いて、調整して使っていこうかなと思います。はい。まあ、そんな感じでですね、まあ、一旦こちらのは読めるようになったということで、ありがたい出来だなというところで、今日は終わりにしたいなと思います。本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ですね、ぜひよろしくお願いいたします。